皆さん、こんにちは。こんにちは。やっと東京、はい、こちら関東地方も、はい、桜の開花宣言がされましたね。咲きました、はい、はい。うちの方の桜はもうちょっとね、でもね、もう 2,3 人さっき、はい、ベランダからチェックしたら 2,3 人咲いてるんですね、はい。じゃあこのまま暖かさが続くとこう、うん、一気に開花っていう感じでしょうかね、はい、そうですね。楽しみですね、はい。まあ、あのニュースではね、うん、お花見やられてる方もそう、あのまだ咲いてないのにね、うん、まあ、要はこう皆さんで集まって楽しくできればいいのかなって思いますね、うん。なんか楽しみですね。そうですね、はい。うちはどうしましょうかね、お花見。うちここでもうできるんで。あ、じゃあ今年はベランダで。そう、ありがたいことで このポジションからね、もうこうできるんですよね。ですね、でも外でやりたいですね。そうです ね, ね、はい。ということで、はい、今週はどんなものを、はいはい、やっぱこう春になってね、新生活が始まりますんでね、うん、なんか身の回りのものいろいろとこうインテリアとか、うん、気になる季節でもございますので、今週は、はい、アーリッカのヴィンテージのね木工雑貨、はい、それと、エナさん手作りの春色の、おやつマットと、はい、で、マリメッコと北欧の生地、はい、3点です、3本ですね。なんか楽しみですね、はい、はい。なんかやはり色もね、こう、なんですか、もうピンクピンクみたいな。そうですね、で春色ですね。春色ですね、はい、はい。じゃあね、もう目の前にありますのでね、うん、はい、はい、早速ご紹介したいと思います、はい。まずは、はい、おやつマットからでしょうか、ね。そうですね、はい、手作りの、はい、春色ということで、ピンク系にちょっとグリーンも入ってたりなんかしてね、はい、いいですね、この時期限定の、はい、カラーですね。なんかとてもこう貴重な生地も、そうなんです、ところどころ使われているように思うんですが、使っちゃってます、はい、はい、どこでしょう、はい、ね、このパッチワーク風のってね、うん、あの手が込んでてね、そうなんです、難しいんですよね。でただ柄を合わせじゃなくて、この大きさもね、なんか本当にまた彼女のセンスっていうか、ね、はい、ここ非常にねいいなと思うんですよね、はい、はい。で裏はクック柄ですね。クック柄、フィンランドのクック柄で、はい、あのキナリ地にあのコットンの柄もね入っているので、はい、非常に布自体が味わいのあるものを使っておりますので、はい、フィンランドのコフトマリメッコのね、生地のコラボと、はい、素敵です、はい。ティータイムのね、そうですね、自分用のこうやつと、いい感じとか、いいですね。あとお客様来た時センターにね、そうやってクリーマーとかシュガーポット置かれたりとか、うん、こういうアクアポットなんかもね、はい、こういうのもいいですよね。いいですね、うん。ただ置くとよりもやっぱこう布一枚そういった方が素敵に ね、はい、ね、なります。はい。ご用意させていただきました、はい。引き続いて、はい、木工雑貨アーリッカですね、はい、はい。フィンランドでもね、だんだんこう、はい、少なくなってきてるんですよね。そうなんです。やっぱ冬の長い北欧ではね、こう木のものとかこう温かみのあるものをお部屋にね、はい、そうやって楽しむそうです、はい。でまたこう窓辺に置いたりなんかして ね、こう逆に外からこう見えるようにこう、はい、するというところがね、また素敵な習慣ですね。そうですね、はい。こちらピンクのお花、はい、ね、こちらは赤いチューリップ、チューリップですね。これは一つずつの販売になりますね、はい。で、色とこうアレンジ組み合わせしても可愛いですよね、うん。そうですね、はい、こちらはちょっと小さめの、小さめ、はい、これは3本セットですね。セットですね、はい、はい、いいですね。いいですね。これ小さいのもいいですね。そうですね、はい。こちらはナプキンホルダーですね、はい、はい。黄色に緑いいですね。春ですね。春ですね。チューリップやトプトリさん、はい、こういう感じでね入れて、こうお客さんいらした時にね、お友達いらした時に
ぱいいですね、テーブルのアクセントもね。いいですよね。こういうヴィンテージの木工雑貨ね。はい。なんかこう温かみを感じますね。そうなんです。はい。であとあのコーヒーフィルターとかもいいですよね。そうなんです。はい。コーヒーのペーパーフィルターなんかもね、はい、ここに置いておくとストックするのでまたいいかなって思います。はい。とこちらがピンクのチューリップに小鳥さん。はい。どれも可愛いですね。可愛いですね。はい。なんかさ形してますよ、雑用係さん。ね、猫さんです。ちょっと怒ってるのかな、これ。これ尻尾が立ってるってことだね。そうですね。にゃおーって感じでしょうかね。感じでしょうかね。この木工作家。はい。こちらもアーリッカなんですよ。ちゃんとそこにロゴがあります。何でしょうかね。ボール。多分70年代のものでね、結構もうあの使用感とか非常にございますけれどね、うんうん、こう何かボール代わりとか、あとこういうアクアポット入れてもいいですね。あ、いいですね。素敵でしょう。ここからね、こう出るこう緑、両方が入りますよ ね。グリーンにとってもいいですし、はい、この入れ物にとってもなんかこうまたこうただ単体よりも素敵に見えますよね。いいな、いいな、いいですね。実用画家さん、ね、狙ってますか？いやいやで、こんな感じになってますって、厚みがあって、本当しっかりとしてます、はい、はい。またヴィンテージ感がいいです ね。70年代のもう40年以上経ってね、うん、使われたっていうところもまた素敵です。はい。それとこちらがバターケース、はい、ね、ちょっとバターケースとは歌ってるんですが、なんか バターを入れて使えたっていう形跡はなくて、要は小物入れとしてね、うん、お使いいただくといいんじゃないかなっていう感じですね、はい。調味料入れてね、ちょっとテーブルの上にそれもいいです、ね、置いてもいいですね。クリーマーとかね、はい、入れたりとか、あとカトラリー、デザート用のカトラリーを入れて、ね、お茶の時間にこうどうぞみたいな感じでこう、はい、もう素敵ですし、はい、チョコレート入れてもいいですね。出ました、撮影係のチョコレートこうこんもりと、はいはい、という感じでいろいろとねマルチにお使いいただけるかな、はい、ございます。はい、はい、次はモビールになります。はい、はい、雑用係さんが持っているのは1話ずつ止まっていて合計4話ということですね。はい、こう長いチェーンがついてますので、ね、はい、これは塗装もしてないそのままのこう、はい、これまたいいですね。ね、で、アルミのチェーンと、はい、ここに、アーリッカのここがあるかな。そうですね。はい。こんな感じでございます。はい。あと私が持っているのは、黄色の小鳥のモビールですね。うん、はい。これは気軽にね。彼女ですね。そうですね。はい。こういうハートがありますからね。ね。ちょっと春先のね、窓辺に飾られてはいかがでしょうか。これもね、お部屋にこう春の柔らかいこう、うん、風が入ってきてこうゆらゆらしてるのがね、また素敵ですよね。素敵です、はい、以上でしょうかね。はい、はい、なんかいいですね。いいですね、春っていう感じ、ね、春っていう感じしますね、はい、色とお家の中気になりますよね。ね、はい、はい、じゃあこのこれに合う生地をと思って頑張ったんですが、うん、はい、はい、喜んでいただけると嬉しいんですけれども、結構生地もねいいのね、はい、ご用意させてきました、ね、はい、はい、じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いいたします。